おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よ人です。本日の提供は、焼肉マフィアは会員制ではありません。奇跡の尾崎牛のコースが1万円で食べられる焼肉マフィアを誰よりも応援している鍋オーナー兼営業部長、弁護士の白戸洋子さんの提供でお送りします。白戸洋子さん、ありがとうございます。大好きです。さてさて、京都ですね、明日は2022年のね、えー、スタートなので、 2022年目標抱負シリーズでいこうと思っております。で、まずはですね、2022年の、まあ、多分ね、皆さん抱負とか目標とかをもうすでにね、立てて宣言してる人もいるかもしれないし、今まだできてないよっていう方もいらっしゃると思うので、このシリーズにしようと思ってるんですけど、まず今日はね、世間一般の2021年、 の抱負ってどんなのがあったのっていうサマリーから行こうというふうに思っています。まあこれね、あの、マイナビさんが調べたやつでちょっと行こうと思うんですけど、男女別になっています。まず、女性。女性の第5位は、結婚。7.2%。ね。 やっぱり結婚願望ってまだまだ強いっていうのと、あとこれね、新型コロナウイルスの影響で結婚願望は高まってるという傾向があるそうですね。うんもうもう結婚しちゃおうっていう。だから入籍って増えたらしいんですよ。結婚式がないからね、なんかそういう結婚してる人が多いという情報も出回らないと思うんですけど、結婚式は上げないか入籍は増えてるんですよね。 うん、そういう傾向があるみたいです。えー、続いて女性の抱負第4位。ダイエットー !12%。これも新型コロナの影響大きいって聞いています。やっぱり新型コロナウイルスによって自宅にいてね、いつでも食べられるわけじゃないですか。<laughs> 特にお仕事をなさっていてリモートワークになった人ってパソコンパチパチ打ちながらスナック菓子ポリポリみたいなね。あとやっぱりどっかね、運動とかこう控えてる。 人多いと思うんですよ。これなんか二つあるなと思ってて、生活習慣的に動かなくなったから、まあ仕方がなく太ってしまったっていうパターンと、もうコロナのせいにして運動サボる <laughs> っていう、もう外に出ちゃダメだから、みたいな。いや、全然外出て大丈夫だったんだけど、まあ言い訳に使ってしまったっていう、2パターンあると思うんですけど、えー、ダイエット堂々第4位でございます。 続いて、えー、今年のほう、2021年ね、去年の抱負の女性第3位が、仕事を頑張る。13.8%。うん。そして、えー、女性の第2位が、プライベートを充実させる。18.2%。まあ、プライベートの充実っていうのはね、それこそお友達とどこどこに行くとかね、そういうのも全部含めてのプライベートの充実ですよね。お仕事以外でなんか趣味を持つとか、そういうことを含めてです。 そして、女性の第1位、お金を貯める。18.8%。ねえ、女性はやっぱお金を貯めたいんですね。安定が大好きですからね。えー、これが女性のランキングです。もう一回振り返ると、えー、2021年のね、抱、え、負、ー、女性の第5位、結婚。第4位、ダイエット。第3位、仕事を頑張る。 第2位、プライベートを充実させる。第1位、お金を食べるでした。えー、対して、男性の5位は、ダイエット、4.1%。えー、まあ、パーセントはね、女性の半分ぐらいなんですけど、半分じゃないか、3分の1ぐらいかな。女性12%、男性4.1%とかね、3分の1ぐらいですけど、やっぱり男性もダイエット、豊富に持ってました。そして、第4位が、彼女を作る、8.4%。 これ男女の違いが出て面白いですね。女性は結婚だけどね。男性は彼女を作る。結婚はしたくないです。はい。そして、第3位が、男性、プライベートを充実させる12。12%。うん。この辺はね、あの、かなり同じランキング、パーセンテージです。そして第2位と第1位が、男性と女性でちょっとランキングが違います。で、第2位が、男性の場合はお金を貯める。22%。 そして第1位仕事を頑張る30.4%となっておりますまあこれね男の子っぽいですよねやっぱり仕事を頑張るっていうのが全体の30%ですからねぶっちぎりに多いよっていうことですやっぱり男性は仕事で成果を出して初めて、まあ、他者からも認められあとは自己重要感っていうんですかね自分自身が価値がある存在だっていうのを感じやすい傾向にあるってことでしょうね 原始時代でであれれば獲物を取るる力力体がが大きいとか力が強いととかか強く走れるんですよね現代においてはやっぱり仕事ができるまあまあお金を稼げるとも言えるかもしれないですねやっぱそういう能力が男性には求められているし女性側からもね男性自身もなんかすごく自分よりも仕事ができる人に対してリスペクトをしたりなんか気が引けたりっていう傾向にあるんじゃないかなっていうふうに思うので。自分をを好きにになるるためにも仕事を頑張というのは 大事なんじゃないかってことです。で、ここから見える傾向値なんですけど、やっぱり新型コロナウイルスの影響が大きかったというふうに分析されています。例えば、お金を貯めるは、女性だと1位、男性だと2位なんですけど、どちらも高いんですけど、そのお金を貯める理由の中に、緊急事態宣言がまた起きても大丈夫なようにお金を貯めておきたいとか、 日は仕事がなくなっても、いわくね、リストラされたりとか、えっと、派遣さんとかアルバイトさんって働けなくなったりしたじゃないですか。それでも大丈夫なようにっていうことであったりとか、あとはね、もっと長期的に見ていて、今後ね、新型コロナウイルスが一回収まっても、その後、次のウイルスパンデミックが起きた時用にお金を貯めたいって思ってる人が増えたそうです。これ非常に経済的には問題ですよね。 だって新型コロナウイルスで経済が一旦落ちた、えー、そこから回復させるには消費が上がらないと、ね、需要と供給でいうと需要が上がらないと経済よくならないだけどお金があってもお金を使おうとする人は増えないっていう今空前のお金余りお金余ってるんですけどやっぱり貯め込もうとしてる人が増えていると経済はよくならないっていうことですねこれは非常に問題なんですけど人々の心の中にはそういう傾向が起きてるよっていうことです さあちょっとこのアンケートとは別のアンケート調査も持ってきましたツイッターでね、えー、かなり多くのデータだと思うんですけどツイッターで集めたデータにで2021年の抱負っていうのをまた別データで集めてるんですけどこちらになるとちょっとねさっきのマイナビさんとは違うランキングになっているのでこれもちょっとお伝えしておこうと思いますこれ男女別になっていません全体で調査しています第5位 自分に厳しくなるっていう抱負を持つ人が非常に多いと例えば妥協しないようになるとかね決めたことをやり遂げられるようになるとか成長することを諦めないみたいなねそういう抱負が非常に2021年多かったよということです第4位自分磨きに取り組む勉強とか資格の所得とかあとファッション頑張るとかそれからスポーツで頑張るとかね そういうふうに多岐にわたってます種類自体はでも総じて自分磨きをやろうっていう抱負が非常に多かったこれ2021年の特徴になっていますそして第3位がこれもねずっとなんじゃないですかね人間関係を良くするそのためにコミュニケーション能力を上げるとか言いたいことを言えるようになる ってもうコミュニケーションの学校の動画視聴が2月から、えー、っとリリースされるので楽しみにしていてくださいこれかなりいい内容なのでコミュニケーションの学校って今やってるんですけどね2月になったら、えー、っと動画で購入することができるようになります急に宣伝入りましたそして第2位自分を変えるね 変わりたいっていう願望はやっぱり普遍的なんですよね。もっといい自分になりたいとか、もっと活躍したいとか、もっと影響力を持ちたい。だから自分を変えたいんだ。幸せになりたいとかも含まれてますよね。これが堂々第2位でございます。そして第1位。時間を大切にする。ねこれはやっぱり本質的ですよね。やるべきことを後回しにしない。 だらだらした生活をしない、えー、意味のないことに時間を使わない、えー、そんなふうに時間を大切にするっていうのがランキング1位でした、えー、振り返ります第5位自分に厳しくなる第4位自分磨きに取り組む第3位人間関係を良くする第2位自分を変える第1位時間を大切にするでした さて、明日は具体的な目標設定についてお伝えします。それでは、今日という一日が皆さんとって最高な一日になりますように。せーの。いいねー。明日をお楽しみに。